撃は筒香から始まります。今日は2打席連続でフォアボールを選んだ後、センターに上がる。どうだ、プロ初ヒットが、プロ初ホームラン。次はね、なかなか対応できないでしょうけども、やっぱりこれも教訓ですからね、はい、いかに自分で一軍のピッチャーに早くなれるかっていう努力ですね。逆にまたベイスターズのチャンスを迎えています。ランナー三塁一塁、2球目打ち上げる、ライトへ伸びていきます。打球伸びてそのままどうだ、スタンド。筒香今シーズン第1号のホームランのスリーランホームラン、ライトスタンドまで打球が伸びていきました。今日も3点先制ベイスターズ。ライト方向、これも打球が伸びていきます。打球伸びてポール際どうだ、ポールに当たった。2打席連続のホームラン、第2号、昨日吉村、今日は筒香、2本のホームラン。ベイスターズ追加点4点目。2人を4番5番並べました。中畑清監督、快音残してセンターバックします。バックしてなおも入った筒香、バックスクリーンの左、2者連続のホームラン、筒香今シーズンの第1号。遅れてきた大砲が今シーズンついに開花しました。あっという間に同点。筒香本来のバッティングが崩れてしまった。ただもうある程度この筒香は4番に据えても大丈夫、その気持ちがあります。センターへ伸びていく筒香のホームラン。桃の見事に放物線を描いた。ちょっと筒香バランスを崩しました。苦笑いの中のホームインです。一振りで仕留めた。インサイドよりの低めでしょう、これもね。なるほど、やはり組み立てとしてはもう危険を避けるためにも外が中心ということにはなってくるでしょうか。初球こそインコース低めに来ましたが、でもね、いいところばっかり攻められないですから。おっと、これはライトへ、打球は上がって、どうだ、入った、逆転ベイスターズ4番筒香、エース菅野から逆転ツーランホームラン。とんでもないドラマが待っていました。4連敗を止めるその一振りをライトスタンドに筒香が運びました。逆転のツーランホームラン、4番が打ちました。これはね、本当に二塁で ヒットでもやっぱ同点なんで、ある程度攻めなきゃいけないんで、そうでもいいぐらいの気持ちになってるかもしれないですね、バッテリー。ジャイアンツは、はい、スリーボールワンストライク、ホームラン打点の2冠王、どうだ、ライトへ、筒香嘉人、逆転ツーランホームラン。浜の4番、真打ち登場、堂々とダイヤモンド一周。総立ちベイスターズは4番の人。さて現在映画真田重雄氏は好評公開中です。この秋最高のスペクタクル超大作をぜひ劇場で、最後の大逆転をお見逃しなく。まさに長さん、大逆転の東京ドームですが、もう打った瞬間吠えてます。今回のベイスターズの先頭は3番の筒香、うん、初球打ち、これはいい当たりです。フェンスに届くか、スタンドに届きました。原中へ、筒香嘉人の17号ソロホームラン。あ、低めのボールをうまく打ちましたね、はい、初
ちょうど一つ注目していただきたいのがこの力感のない新しいフォームです。水野さん、だいぶフォームというその表現を繰り返していました。さあ中川はこの左の都合、スピードが以上に球のキレはあるかもしれないですね。あ、そうですか。最後は落としてきました。3球三振都合から。そしてバッターボックスには4番の都合、通算150号まであと1本打ちました。高く上がった。どこまで伸びていくのか。入りました。筒香初球打ち、高々と舞い上がりました。今シーズン第12号はプロ9年目、通算150号ホームラン。軽快な足取りでホームに帰ってきました。ベイスターズ逆転、3対2。筒香に節目の150号出ました。球団史上最年少での達成です。田淵さん、今のホームランご覧になって、もう申し分ない、スライダーだけどね。